はい、今日は群馬の鶏めし竹弁当を買ってきました。イエーイ。もう群馬県でお弁当といったら鶏平です。早速開けてみます。片手スマホで撮影しているので、ちょっと片手で開けてます。じゃーん、こんな感じです。もう開けた瞬間にいい香りがしてきます。県に来たらぜひこの鶏平の鶏めし竹弁当を食べてみてほしいです。食べてみてください。もう開けた瞬間いい香りがするので、ダッフィーも近づいてきます。ダッフィーブジュご飯にもタレがしっかりついていて、付属のタレをつけるとこんな感じで自分で味の調節もできます。濃いめがいい人はぜひタレもかけてみてください。私はタレちょっとしかかけないんですが、パパはタレ全部かける派みたいです。ラフィーもいい香りするね。言わないともらいませんよ、タレは。あ、つけてくださいって言うんだ。そう、無料。あ、このタレをつけてほしい方は言ってください。ぜひ群馬県に来たら鶏平の鶏めし竹弁当を食べてみてください。本当に美味しいです。ダッフィー鶏平の鶏めしが欲しくて、なぜか将来アピールをしてます。ダッフィーお行儀悪いね。はい、こちらはシューマイです。このシューマイ見たことありますか？こちらはチャルメラシューマイでございます。ふかした感じがこんな感じです。じゃじゃーん、チャルメラシューマイいただきます。何でできてるんですか？はい、おソースをかけます。いただきます。はい、こんな感じです。見えるかな、見えますかね。中がね、こんな感じでお肉が入ってないシューマイです。原材料が玉ねぎとバレーショーでんぷん、小麦、砂糖とかです。こんな感じでお肉のないシューマイです。ぜひ群馬県に来たら食べてみてください。まあ、本場は足利です、うん、そう、チャルメラシューマイ。湯気が出て美味しそうですね。こんな感じでふかして食べます。このチルロに入ってるタイプは A コープっていうスーパーで買います。できましたよ、グランマー。
この前にあと1個行方不明になった。あと1個どこ行った？あ、結構お腹に溜まってきちゃった。今一人で食べたんだ。ちなみにこれいくらだった？240円ぐらい。300円以内で買える B 級グルメだそうです。噛んでも噛んでもお肉ないでしょ。これがキャルメラシューマイです。ぜひ群馬県や栃木県に来たらキャルメラシューマイかコロリンシューマイ食べてほしいです。群馬県っていうとなかなかイメージ湧かない方もいらっしゃると思いますが、本当に美味しいものもいっぱいあります。落としました。見にました。あと2個本当はさらに青のりかけると美味しいね。このソースよりウスターソース、ブルドッグのウスターソースつけた方が美味しいです。あとコロリンシューマイより私はこちらの方が好きです。ごちそうさまでした。群馬県の名物焼きまんじゅうを食べます。と言ってももう食べちゃったんですが、本当は5本買ったんです。こちらにも妹のでこちらにもあります。こちら皆さん知ってますか？甘い味噌だれとなってるんです。でも実は食べると中に何も入ってないんです。あんこは入ってません。あ、そうなんですよ。あんこが中に入ってないおまんじゅうです、うん、あんこ入りもあります。あんこ入りも売ってる場所あります。ここでも売ってます。でも私はあんこなしが好きです。今高いから群馬県に来た際には食べてみてください。もっと